おい、そこを開けてくれ。何を言う、これはそっちに戻すんじゃろ。はあ、どう考えても違うだろう。それはあっちに置くんだよ。嫌じゃ嫌じゃ、おまんはなんも分かっちゃせんの。んだと。おい、言い争ってないでさっさと片付けろ。ヤマンバギリ、そこをどいてくれ。すまない。なあ、もうこの建物自体を壊して、いっそ一から建て直した方が良くないか？鶴丸、ふざけている場合か。いや、俺は大真面目だぜ。こんなにボロボロじゃ、片付けがいも何もあったもんじゃない。そう言うな、鶴丸。これもなかなか趣があって良いと思うぞ。三日月、お前はさっきからそこに座っているだけで少しも手伝っていないじゃないか。いや、何、休憩をしているだけだ。青少女とやらのせいで荒れてしまったこの家の片付けを手伝うのはいいが、一番世話になったのはお前じゃないのか。うん、良いところだろう。やめろ鶴丸、無駄だ。そうだな。よし、大体こんなもんでいいか。おお、綺麗になったな。三日月は結局ほとんど何もせんかったけどの。なあ、そういえば兄ちゃんたちは遠いところから来たって言ってたけど、これからどうするんだ？そうですね、はぐれていた三日月さんとは無事に合流できましたし。そうだな。その戻る方法が次の問題ってところじゃな。三日月は見つけたが、このまま本丸に戻ることができなければ任務が成功したとは言えねえしな。金之助、何か情報はないか。やはり主様との連絡は取れません。なんとか元の世界に戻る方法を我々だけで見つけなければ。戻る方法は本当にあるのか。何、来ることができたのだ。戻る方法もあるはずだ。そんなに単純な問題だとも思えないが。でも一理あるぜ。そう思って動いて損はない。皆さんが言うように、元の世界でもあの青少女の気配を感じたのなら、やはり鍵は青少女かと思います。となると結局あの化け物ともう一度対峙せんといかんっちゅうことじゃな。しかしあいつの前だと本来の力が十分発揮できなかったじゃないか。ああ。あれじゃ対抗するどころか自分の身すら満足に守れねえ。厄介じゃな。なんか対抗策はないんか。でも
私たちは動くことができました。今度もまた私が星晶獣を抑えますから。あと動けたのはヤマンバギリだったな。ああ。だが正直、本調子には程遠かった。あれでは倒すことができるかどうか。なあ、そういや、あの星晶獣は村の神殿に封印されてたんだろう？そんなら、もう一度封印し直すことはできねえのか？なるほど。ありえそうな話だな。だが俺たちはあの星晶獣ってやつについては専門外だ。判断できねえ。どうだ？できそうなのか？確かなことはわかりませんが、もしできるとすれば、鍵はその神殿にあると思います。そうだな、あの星晶獣を神殿におびき寄せることができれば。あの、ご提案があります。どうした、近之助？もう少しその神殿や星晶獣について調べる必要があるかと思います。ですので鍵職人の方たちにもっと詳しく話を聞いてみてはいかがでしょうか？なるほど、そりゃあそうじゃ。まずは情報がなけりゃ戦いはうまくいかん。それなら早速話を聞かせてもらいてえところだが、二人の姿が見えねえな。お二人ならさっき外に。あの音は？こら！また偏っとるぞ！すみません！あれ！力が入らなくなってきておるぞ！どうやら何かを鍛えておるようだな。おや、皆さんお揃いで。あ、ごめんなさい、お邪魔をするつもりは。ええ、お気になさらず。ちょうど霧もいい、中へどうぞ。そりゃありがたい。前に来た時は炉に火も入っていなかったし、近くで見たいと思っていたんだ。それじゃあ俺、今のうちに井戸で水を汲んできます。オイラたち、お茶に聞きたいことがあるんだ。あの星晶獣、村で祀られてる神様ってやつについて知っていることを教えてほしい。天妻浦様のことですね。私にわかることでしたら何でもお話ししましょう。もう、そりゃ助かるぜよ。ご存知かもしれませんが、天妻浦様は火事の神様です。この全空に存在するすべての武器を生み出したとも言われております。すべての武器を生み出した。ですから、私たち火事職人は天妻浦様に祈って武器をお貸しいただいているだけ。この島ではそう考えられてきました。
なるほど。その伝承が真実なら、あの聖少女を前に皆さんの動きが制限されたことに何か因果関係がありそうですね。武器を生み出す神だという聖少女が何らかの力を使い、刀剣男子である皆さんに干渉し力を弱めた。そのように考えられそうです。けんど、そうやとしてなんで山ん場切りだけは動けたんじゃ。俺が写しだからか。そんなこと関係あるのか。それはおそらく最初に奴と接触していないからではないか。何？我々が元の世界であの気配を感じたとき、ヤマンバギリはいなかったからな。三日月がいなくなったときのことか。そうだ。おそらくあのときに、俺たちとあれとの間に何か縁のようなものが結ばれたのだろう。それこそ、俺がこちらの世界へと渡ってしまうほどのものがな。そんなことが。ま、それは置いておくとして、梶代の他に何かないか。そうですね。天妻浦様が村に祀られるようになる前の話があります。どんなものだ。ありとあらゆる武器を生み出していた天妻浦様ですが、それがいつの頃からか、自分が生み出した武器を求めてさまよい人々を、特に強い武器を手にした強者たちを襲うようになったそうです。その怒りを鎮め、本来の役割を思い出してもらうため、火事の神様として祀ることになった。ですよね。戻ったのか。ああ、その通りだ。両親からも師匠からも何度も聞かされた話です。なるほどな。この島で語り継がれてきた話ってわけか。あ、皆さんお揃いですし、お茶でも入れましょうか。俺も行こう。あれ、骨ばみさんも行ってしまいましたね。どうかしたんでしょうか。気にしなくても大丈夫だ。ここは少々居心地が悪かったのやもしれんな。なんでだ？何かあったか？いや、気にしないでくれ。ん？どういうことだ？話を戻すぞ。そうじゃな。で、結局あんまり参考になりそうな話はなかった気がするが。そうでもねえ。あの聖少獣が強い武器を探しているというなら、俺たち自身が奴をおびき寄せるための餌になれる。じゃあ、俺たちで祭り囃子でも奏でながら、この島を練り歩いてみるか？きっとあいつも出てくるだろう。ほほほほ、そりゃあ楽しそうじゃ。
なかなか良い案だ。まあいい。それで結局はその青少獣を神殿まで。この気配は。そこじゃ。やべえぞ、すぐに加勢しねえと。